アンドルー・フィリップ、アンディ・キングは、イングランドデボン州・バーン・ステープル出身のサッカー選手。ブリストルシティ FC 所属。ポジションは MF。9歳の時に、チェルシー FC のアカデミーに入団したが、高校入学の際にレスターシティ FC のユースチームに移籍。2006から07シーズンにトップチームのメンバーに登録された。翌2007から08シーズンに、 本格的にプロデビュー。11試合に出場したもののチームは振るわず、チャンピオンシップからリーグ1に降格。2008から09シーズンはレギュラーに定着し、46試合に出場し9得点を記録。クラブは3部リーグで優勝を飾り、1年で2部リーグに復帰した。以降はレスターの中心選手として活躍し、2013から14シーズンはチャンピオンシップで、 リーグ優勝を飾り、自身にとっても、念願のプレミアリーグでのプレーが実現することになった。2014から15シーズンは、降格寸前の4月から驚異的な巻き返しを見せ、リーグ14位で終えた。クラウディオ・ラニエリを新監督に迎えた2015から16、シーズンは、エンゴロ・カンテの加入などで、出場機会が減ったものの、チームは、ジェイミー・バーディア、 リアドマフレーズの活躍などで快進撃を展開し、クラブは奇跡とも称された優勝を達成。自身はリーグ1、チャンピオンシップ、プレミアリーグの3カテゴリーで優勝を経験した選手となった。2017年10月にクロードピュエルが新監督に就任すると出場機会が減少。2018年1月31日、シーズン終了まで、 スウォンジーシティ a f c へ期限付き遺跡となることが発表される。プロデビュー以降初の遺跡を経験し、11試合に得点を記録した。レンタルバック後の2018から19シーズンは、出場機会が FA カップに限られ、2019年1月31日にチャンピオンシップのダービーカウンティ FC へローンとなった。対談した上レドリーの穴を埋め、 フランク・ランパード監督によりリーグ戦4試合連続でスタメンに起用されるが2月25日のノッティンガム・フォレスト FC 戦で足首を負傷。残りのシーズンを棒に振った。2019年8月、レンジャーズ FC へシーズンローンとなる。しかしスティーブン・ジェラード監督の下でカップ戦を含め、計5試合の途中出場に止まり12月21日にローン期間を短縮し、 デスターへ帰還した。シーズン後半は、チャンピオンシップのハダーズフィールドタウン FC へのローンで、プレーした。2019から20シーズン終了をもって14年間在籍した、デスターとの契約が満了となり、キングパワースタジアムを後にする。半年間のフリー期間を経て、2021年1月より、デスターと同じく、キングパワーがオーナーを務めるベルギーのオールーベンに、 加入。2021年7月2日、ブリストルシティ FC にフリー遺跡で加入し、1年延長オプションオプション付きの1年契約を結んだ。イングランド生まれのキングだったが、おじがウェールズ生まれだったことから、ウェールズ代表で戦うことを選択。2007年に U-19 代表に選出され、2009年5月22日のエストニア戦で、 フル代表デビュー。2010年8月11日のルクセンブルク戦では代表戦初ゴールを記録。UEFA ユーロ2016にも出場している。ありがとうございます。